え、はじめまして、ボング坊やというカープ坊やにボングというマリファノオス喫煙器具を持たせた可愛いキャラクターを作成しって販売したり、ステッカーを配ったりしてフォロワーを増やしてました。今では割と人気のキャラになったんですが、球団に毎日クレームが来ていると訴えかけられています。<laughs> SNS にデザインを載せるのもアウトと言われたのですが、販売はせずステッカーを貼ったりして、してたら著作権侵害で逮捕される可能性もあるのでしょうか。なんとか普及させたいのですが、いい方法があればご教示願いたいです。えっと、諦めた方がいいです。それも早めに諦めた方がいいです。 あの、ま、あ多分もともと著作権があるものに、あの、勝手に何かをつけて、で、勝手にステッカーを配ったとしても、それは勝手に著作物を侵害したものを配ってるだけなので、可愛いし面白いんですけど、違法行為ですと。で、配って人気になればなるほど、損害額がでかいっていうことになっちゃうので、あの、残念ながら早めにやめた方がいいと思います。で、もし続けたいのであれば、カープ坊やっぽいけど微妙に違うっていう、著作権侵害に触れない形のキャラを作った方がいいんじゃないかなと思います。